さあいきなり、ね、襲いかかって試合がスタートしましたね、はい、衝撃的な始まりですね、はい、セイバーさんも新しいコスチュームになって完全に、まあ、おっと反則をしております。反則攻撃しております。皆さんこういう時はブーイングしてください。ブー悪いやつですね。もっともっともう一回見ております。反則攻撃してます、 ております本当に悪いやつですね。はい、はい、2人がかりで攻撃しております。あ、皆さんこういう時はブーブーティーダヒートがこちらを見つめて睨んでおりましたが、はい、僕は非常に怖かったでおります。今はい、皆さんミーさんを応援してあげてください。ミーさんをこう言ってハイビスカスミーがどうやって戦うのか。うわー、膝を落としてきましたね。一番硬い部分ですね、膝は。かなりティーダヒート余裕が見えておりますが、はい、そうですね、昨日ね、やっぱミーさん激しい試合してる。そうですね、昨日の試合でかなりダメージを食らってると思うので、ブリッジで返しておきましたね。強烈なエルボー入りました、はい、いや、なかなかいいエルボーしてますよ。わあ、効いてるのか効いてるのかティーダヒート。あー、ね、目つき攻撃ですね。これもまた反則ですからね。はい、さあミーさん目が大丈夫か。あ、髪を掴んでます。髪を掴んでます。髪を、わあ、さあ腕を回して腕を絞っておりますね。うわ、何回言ってますか。うわ、痛い。かなり絞ってますが、はい、ミー選手大丈夫でしょうか。あ、スタナーが決まりました。走ってフリーカーからのキック入りました。来ました、いいですね今の。いいんですか、いいスライディングキックでしたね今のは。さあ、はい、変わりまして、選手変わりまして、スライムセーバーとヒージャーキットまでありましたね。コスチュームがね、新しくなって、さあ、エルボー合戦が始まってます。さあ、昨日からマッドドッグ入りしたチュラミセーバー選手ですかね、はい、どういう戦い方をするのかちょっと楽しみですね。いまいち T シャツが似合ってないような違和感感じますけれどもね、はいはい、うわー、目つぶし。今まで目つぶしなんかしたことなかったのに。はい、やっぱね、目には目をです。やっぱやられてしまうんですね。やられましたね、はい、でも一日にして人はこう変わってしまうものでしょうか。本当にそうなんですね。悪に染まってます、チュラウミセーバー。はい、わー、足引いた。あ、これブー、みんなブーブーだよ、ブーって。みんな気をつけてくださいね、選手から離れてくださいね。場外乱闘危険ですので、皆さん離れてくださいね。選手から離れてください。場外乱闘で選手から離れてください。はい、皆さんお下がりください。選手に近づかないでください。場外乱闘で選手から離れてください。お下がりください。あ、なんと。さあ、どこへ行くのか、チュラミセーバーとハイビスカスミー選手は。随分遠出をしようとしていますが、どこに行くのか。ヒージャーキットマンがディンゴ選手に捕まって、チェーン攻撃されてますね、うん、首を絞めているが、ヒージャーキットマン大丈夫なのか。かなり力入ってますが、レフェリー止めてください。レフェリー、反則カウント、反則カウント。ヒージャーキットマン崩れ落ちたが大丈夫でしょうか。さあ、ハイビスカスミー選手がリング上に入れられてしまいましたね。ストンピングという技ですね今のは。背中に入りましたね。はい、さあ、コーナーにぶつけて崩れ落ちた。タッチしました。マットドッグに入
る前からチュラミセイバーとハイビスカスミさんにはねちょっと因縁があったので、はい、あ3人で合計します。チュラミセイバーここまで変わってしまったんですね。本当に、はい、人格激変してますね。はい、ちゃんと返してきましたね。さあ何をするのか。チュラミセイバーが脱ぎ始めた T シャツでハイビスカスミさんの首を絞めております。かなり締まっているが、ライブが見て後ろ見て、皆さんミーさんをちゃんと応援してあげてください。ミーさん、ミーちゃ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 ん、ミーさん頑張って。はい、ま、わあひどいです。顔を踏んづけておりますよ、顔を。やっぱり女性としてやっぱ顔を踏んづけるの嫌ですか。そうですね、そうですね。そもそも足裏汚いですからね。まあそうですね。兄さんの足を取って何をするのか。わ、ST STF に入りました。ステップオーバーザトーホールドという技ですね、はい、略して STF です。兄さんが動くがなかなかロープに手が届かない、はい、みんなの声援が兄さんの力になりますよ。応援して。琉球ドッグディンゴが邪魔をしてきますね。ロープブレイク、はい、ロープブレイク。足を手を本付けておりますが、おお、ひじ切っても大丈夫か。だって昨日やっぱりあれだけ激しい試合をミーさんしてますからね、ちょっと体の方が心配ですけど、はい、どうなのかという、ちょっと疲れが残ってたらちょっと私は心配になってしまうんですけど、はい、2カウント。あー、いいですね、ミーさん、いいエルボーですよ。強烈なエルボー入りました。チュラミセイバー聞いていないのか。走って避けてエルボー、ジャンピングネックブリーカー決まった。さあミーさん帰ってこれるか。ミーさんタッチして、はい、ヒージャキトモンが入ります。アックスボンバー、さらにもう一発。アックスボンバー決まったまではよかったですけどね、やられちゃいましたね。ここから2人でヒージャーを攻めますが、あ、2人、あ、ボディープレス綺麗に決まりました。決まりました。さあ2人たまらず場外に落ちて、お下がりください。皆さん下がって、皆さん下がって。わ、トップスイシーダーですね、素晴らしい。これは高難度の技ですからね、なかなかトップとセカンドの間飛び抜けていくってなかなか難しいですからね。私だったら引っかかりそうです、はい、いやー、ヒージャー・キットマン選手の身体能力の高さが伺えますね。はい、ティーダヒートをリング上に入れました。ヒージャーが、さあヒージャーがバックを取って何をするか、ジャーマンスープレックスを狙っているのか。でも行かせない、腕を取って手は取られてしまいましたね。あ、肘が逆方向向いてました今。腕を狙っていくのか、ディーダヒート。さあ腕を決めて、あー、決まった。これはもうきついですね、両方の腕を決められておりますからね。動くがなかなか体が、
足を伸ばして、はい、届きました。技は解かれましたが、だいぶヒージャーキットマン弱りきってます。先ほど受けた腕もあれですね、だいぶダメージを負ってるようですね。10分経過、10ミニッツバース。さあコーナーに振ったのを振り返して、ヒージャーキット、うわ、ジャンピングハイキック、これは入りましたね。ミドルキックからのニールキックが決まりました。ヒージャーキットマン選手もね、蹴りが得意なので、そうですね、はい、キックが得意ですね。蹴り技を駆使していった方が、はい、セカンドロープから何を繰り出すのか。さあ回転のネックブリッカードロップ、シャリマティという技ですね。はい、ワン、ツー、わあ、たまらずセイバー選手がカットしに来ました。さあセイバーとミーさんの戦いです。ハンドスプリングからの顔面キック、ミーさん必死の攻め込んで、もう一発丸め込みが入ります。これスクールボーイという技ですからね。走ってからのトラースキックがいった、頭に入りましたね。そして後頭部の2、これはきつい。さあボディースラム、あ、道のくドライバーですね。さあミーさんも返してきました。すごいですね、道のくドライバーを返しましたよ。そうですね、でもだいぶ、はい、技が効いてるような。さあロープに振って、うわうまい、バックキック、ね、そこからのスタナー、はい、みんな手拍子。さあハビスカスミー選手、トップロープからフライングボディープレス、決まった。あー、ツーカウント。さあミーさんがヒージャーキットマンを呼び込んで、次は2人で何を出すのか。さあダブルチームでロープに振ったカニバサミ、そしてダブルの顔面ドロップキックです。息が合ってますね、かなり痛がってますね、はい、チラミセイバー選手。そしてもう一丁振って、あ、避けられた、バックを取り返して、あ、急所攻撃、ソラースキック、ヒージャー選手顔面キック、それから上からのフットスタンプ、これはきつい、これはきついですね、これはきついですね、お腹に入りましたね、今、マットドッグポーズを繰り出して、その前の急所攻撃は良かったですかね。あ、そうですね、はい、うわ、円錐切りからのエルボー、ヘッドバット、フラフラです、ヒージャーキットマン選手。そしてうわー、顔面トラースキックが入りました。息が合ってますね。さあ2人で何をするのか。うわー、フットスタンプ、ダブルフットスタンプできました。ヒージャー選手もうクタクタか。さあ選手カットに入ります。が外に出されて、ヒージャー選手だいぶ今、そうですね、攻撃が入ってますね。さあ何を狙うか、取って逆打ちが決まりました。14分19秒、14分19秒。